つれ再会です。再会です。このカメラと久しぶりに会うわ。うん、スカバイでニューヨーク、なんだかんだ使ってるよ。うん、半年ぶりだよね。うん、誕生祭以来だ。うん、俺でもパソコンと最初会ってなくてさ、うん、パソコンに取り込むとすっげー画質荒れるって仕様だったんだけどさ、うん、俺のさパソコンがダメなら、うん、こいつを改造しちゃえばいいじゃないって考えで改造したらなんとかなった。簡単に言うと電子回路を ねじ曲げた。かわいそうなことをした。その結果エクスプローラーモードの1個上のスペシャルエクスプローラーモードができた。こっちが作っちゃった。そういう技術はやばいから。襲われたいこと。どんなモードだよ。襲ってほしい。襲ってやるよ。襲わりたいぐらい。襲う早尾だよ。横にいんの早尾だ。早尾早尾のターンです。早川ひとりさ、こうやって面白くね、なんかこれだけ笑うんだけど、このアングルだけ笑うんだけど。昨日さ、昨日じゃねえや、昨日か一応あの、ひとりさんにさ、バイト終わったらさ、急いで行くわって言ってさ、急いでじゃなくていいよ、ゆっくり来いよって言ったらね、飛んで行くわってね。いや、飛んでこなくていいよ、普通に来いよって言ったらね、頑張るわって言われて。頑張ってくれるらしい。うん、頑張ってゆっくり来るんだ。うん、ちなみに稲垣さ、チロルチョコって聞いてなんかわかる？もう分かんない、大丈夫だ。うん、OK だ、OK。 何に使用するかはまだ言わないけど、工藤がチロルチョコ冷やしてくるから大丈夫。俺チョコ食えねえ。大丈夫、それ刺して問題じゃない、全部早川にあげればいい話。素で食えねえ。そうだ、忘れてた。多分ね、これ言ってるんだよ。夫人はマヨネーズ並み。匂いですらダメ。あ、ダメだ、それマヨネーズよりダメじゃん。俺マヨネーズよりダメ。俺は多分やろうと思えば食える。チョコ？チョコじゃねえ。チョコ。俺チョコ普通で。あ、そう。ラード。なんでラードでした？ラード出た。でもマヨネーズラードじゃん。わさび？わさび普通じゃね。早川？早川普通じゃね。じゃあ早川食えよ。お前はあれだな。危ない男だな。クドさんにさ、あんなにさ、求愛されてんのにさ、早く襲うなんて。お前、クドに殺されても知らねえよ。罪深き男だもん。ね。つみさんじゃん。つみさんじゃん、つみさん。どうも、つみさんです。ねえ、クド、いただきさ、あれ以外ずっとガッツァンなんだけど、しかいな。今日、普通にガッツァンやっちゃった。ガッツァンでいい？本人公認して OK ですか？ああ、俺がそれで反応できるかどうか。なあなあ、ガッツァン反応しねえよ。これ間はあのさっきのあの沖縄漁港ひし形のやつだ。24時間以内回答だ。なんか沖縄のホテルの予約状況みたいな、20丸やと空きがありますなんだよ、うんうん、三角だと残りわずかなの。ひし形ったってひし形ってなんだろうなって思ったら、24時間以内回答してくださいって書いてた。意味わかんねえよ。いまだにわけわかんねえ。仕事見たことないわ。仕事だったよな。仕事だったよ。あれは確かに仕事だった。三角じゃねえ、仕事なの。え、仕事ーっつって言ってて。仕事って何？結構ガチなゾーンに来たから。じゃあ、ひし形っぽい人を写しとこう。24回以内の回答だって。何回答すんの？N って何？24時間以内に回答を求める。N じゃん。N の回答。その N、その N か。24時間以内の N か。ありがとう、解決した。今日は寝れそう。寝ちゃダメだけど。分かんない方がよかった。
違うかもしれない。違うかもしれない。違う N かもしれない。他の N 考えてるけど。なんかモヤモヤするな、N とか。ナマコしか思いつかねえわ。ね、まあ、さっき言った。本当にナマコしか思いつかねえ。でもさ、チームナマコにさ、早川が参加したらさ、なんとなく納得するよ、ね。うん。まあ、この中でナマコに一番入れんなと思った早川だと思わない。行けばない。2位は星野だとしても行けばない。3位だ。え、このメンバー3位。あのさっきあそこにいたおっさんがちょっとナマコに入れた。あー、なるほどね。1位ある。いや、32位。そんな後ろ。え、県外以外で。これ33位。若干勝った。1位、2位、32位、33位。微妙な気分なんだったね。すげえな。すげえ、吉田に勝てるなんてなかなかねえじゃん。すげえな、この全店舗なのにさ、1位、2位はこのテレビ、このテーブルに座っちゃうなんてすげえな。喜んでねえけど。星野とはこれやりたくねえって。大丈夫、星野泣かしておいて、こういうキャラだから。もらうわ。マッチするわ。水分蓄えて。水分蓄えて。いつも涙流せる。あとで低層奪いで泣くことになるんだからさ。サイズが違うからさ。ちょっと何が待ってるのナイス。高低差が違うからさ。シルバーで飲んでいいよ。割る？焼酎で割る？割ってくる？塩いる？焼酎何にしますか？あ、じゃあキャベツ割りで。森じゃなくて割りで。割り。全く映ってない。どうやってね。顔しか映ってない。指先しか映ってなかった今。お前さん、あれだよこれ。急にここの場面だけ見た人何怒ってんだろうと思うよ。ね、ここ見たら何か怒ってるよっていう。思ったんだけどさ、わざわざ近づかないんだったらこれだよ。あ、そうだ。あ、何？トイレ？トイレ行こう。行ってらっしゃい。じゃあ、稲垣が終わるんだね。で、ローテして、星野さんが。そうだね。あ、気づいてない。それ何？本当気になったんだけど。勉強の？また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 ねえねえ、デジャブ感がある。あれ、あいつ普通科だっけ。あいつチュンタ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 いいじゃん、俺も星の顔チューチューなく見てる時多いからね。俺も星の顔チューチューなく見てる。チューチューがいるからちょっとチューチュー必要必要かもしれない。なんか面白いもんあった早川バッグ。え、さっきのちっちゃいバッグ今のしかなかった。あ、他何にも入ってない。まだいけんじゃね。なんなら鍵の形改造してこうか。閉まらないよ。あのじゃあね、ちょっと30度ぐらい動くけどさ、うん、あれこれ開かないなみたいな。あ、ちょっと汚いな画面。拭いとけ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 。なんで浮くんだよお前。浮いとけってなんだ。浮いとけってなんだ。大体ね、この場から浮いとけって言わせてない。あ、それは大丈夫。もういつも通り浮いてるから。いや、もっと浮くんだよ。といたら動画っちゃで悪くなっちゃう。じゃあ星野ですらチーム N に参加しちゃう。
チーム N ってさ、あれじゃねえ、稲垣、あとこいつボコしとけばいいよ、こいつズームしてるから。だって稲垣はそういうことする人じゃないと信じてる。いや、そういうことする人だよ、稲垣は。物理はやってこないから。はい、稲垣が星のボックスポイント1ポイントイエーイ。あとで後頭部に強い一撃。よし、じゃあ歯がゆみしとくね。俺魂抜けとくね。俺なんで早川いなくなった瞬間拍手してんだよ。声返ってきたらどうすんだよ。何してんだよ。はいはい、じゃあどうする、何時ぐらいんだよ。もう40分ぐらいだけど、うん、そろそろさ、割とさいい感じだよね、あれ買い物するしさ、うん、じゃあ出る、ちょっとしたら帰ろうぜ。あともうちょっとしたら出る予定で、うん、行きましょう。いいよ、だからちょうどあと10分ぐらいだな、55分に出て、うん、そしたら会計室ちょうど10時ぴったくらいにこう出るっしょだね、うん、早めに行ってていいって言ったから朝倉さんが、うん、まあ、そんなこと言ってねえんだけどさ、うん、まあそうだ、大丈夫大丈夫大丈夫、黒さんだったら許してくれる、なんとかなるよ、なんとかなるよ、あのとりあえず星野を引き出せば、うん、きっとね、許しながらね、許さないって言ってくれるよ。冗談抜きの黒さんは大丈夫、うん、そう、笑顔で許さないって言う、あいつね、結構まともなとか、まともなぶりだから、うん、星野と工藤一緒にするとね、二人だけにするとまともになるか、工藤さんがまともになる。で、稲垣もそうだしね、お仕事一緒にすると普通は無駄まともだから。大学だとね、結構割と普通だよ、普通、普通の会話してるからだと思う、うん、あの、俺と稲垣だと、まあ、稲垣なりする必要はあるけど、まず稲垣もとりあえず普段を1だとするじゃん、うん、俺は普段から星野イージーに2倍だからさ、まあそれはなる、うん、でも俺と稲垣絡むととりあえず8倍になる、うん、黒と俺が絡むと15倍ぐらいになる、稲垣と俺と黒さんが3人いると860倍ぐらい、860倍ぐらい。お前がいなかったらね、うん、割とそこまで上がんないよ、4倍ぐらいです。ブースター役だから俺4倍ぐらいです。いや、7倍ぐらいじゃない、まあ、7倍はまあ譲る。クロスさんと稲垣が一番難しい、2人が7倍ぐらいいくんじゃない。7倍いく、来たか、なんで俺が入っただけ820。お前がね、ほらなんかいろんなね、進行しちゃうからさ、いじり方うまいから。あ、そう、ありがとう、動画がね、動画がね、まあいいんじゃないですか、うん、お子さんね、割とね、あと礼儀正しい、うん、店入ると結構声のトーン変えてね、店員さんにありがとう。あとね、あの違う、自分家じゃないね、あの店のトイレに入るとね、ちゃんとウォシュレットしたりね、礼儀正しい、ケツ洗っとくからね、腰が痛い。まあ、とりあえず、まあ、礼儀正しい、うん、まあね、まあ、うん、もちろんちょっと余計なこと言ったけどね、まあ、問題はないですし。俺ら仲いいの見せびらかさなくていい。あの、クルークの中を見せてほしいな。そう、いつも通り、そう、いつも通り、日常だから。お前なんかさっきからそのことしか言ってないな。気にすんな、もう気にしない方がいいよな。アベマ TV 流すぞ。明日持ってって。じゃあ俺が持っててあげるよ。星には持てないけど。俺は持てないから。うん、なんで認めただけじゃねえか。俺はビデオカメラが持てないだろうなと思っただけ。ちょっと疲れちゃうやろ。そのことだ。何のことだと思ったよ。ね、でもそのことだよ。いや、でもそう思ったでしょ、うん、ちょっと今さ、星にはちょっと持たせれないなと思って。カメラアングル悪いしなって思った。本当だよ。強制する動画撮るとか言って。沖縄前に星野のカメラアングルを強制する動画を俺と工藤で撮る。前に聞いた時さ、ギリギリセーフ言われたもんさ。この前工藤さんがね、うん、なんかね、全然 OK って言ったからね。星野、工藤がお前は彼女だということを忘れるな。あいつはちゃんとお前を立ててくれてんの。ありがとう。サラ食べんの？そう、重ねてもあれピッ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 ってやってくんないよ、寿司屋みたいに。あの、ここにないからね。
寿司郎じゃないからさ、多分早川好きだろうけどさ、そんな行かないよ。1時間半前のフラグを回収するの。見せるだけ見せてもいいじゃん。ああ、そうだね。じゃあこうしたら早川見えるからさ、恥ずかしさが倍増するだけの話だけどさ。いや、こういうことかなって。これさ、恥ずかしいよね。自分の姿を見えるから。俺が押さえとくからさ。回転していい。回転するけど、吉田がやるからさ。いや、さすがに恥ずかしそうじゃん。でもさ、勉強頑張れよ。今俺のさ、頑張れよ、勉強頑張れよ。俺が見て思ってる時はさ、早川はさ、すっげー恥ずかしそうだ。あの、2勝の2球頑張ってよ。石丸の3球取んなくていいよ。え、石丸の3球いや、もう持ってる。持ってんの？持ってんすよ。優しいね。俺、石丸準9球で止まってんだけど。マジは？え、俺10球落とした。あ、落とした。取ろうと思ったんだよ。取ろうと思ったよ。落としって。石丸はさ、大好物終わって問題があってさ、難しいなと思ってさ、絶対当たんねえなこれって山張ってさ、なんか回答がさ、4択でさ、バナナ、リンゴ、パイナップル、ブドウだったんだけどさ、パイナップルかなってパイナップルしちゃうんだよね。やばい、いつ見ても早川の字がわからない。見せて。うわ、早川の字が懐かしい。高2の時よく見た字だ。これでも高3ぐらいだよ、書いたの。そうなの。結構昔だ。高3って書いたやつもまだ持ってんの？すごいね、それ。あ、すげえ。それはすごい。暗号だよね。何書いてるか分かんない。かわいいな、ほんと。自分でも分かんなくなるから。それダメじゃん。まあ、俺も人のこと言えないからさ。星野もね、一回さ、星野がさ、動画中にさ、星野って思えない字を書いた時があってさ。あったっけ？うん、一回。え、嘘でしょ。超びっくりした。ただの普通の字なんだよ。でも星4が書いたって聞いた字がびっくりした。おー、あったっけ。ちなみにさ、今年はなんか今年は去年か、去年さ、初日の出見に行ったじゃん、クドスさんと。ああ、なんで 俺と星4のクドスさん試してんだよ、去年も。もうそれはいいけどさ、しかも簡単な、うん、絵馬描いたじゃん。 あの時の星4字ひどかったよな。そんなに。うん、俺がまず全部描いたの、うん、今年1年間頑張りましょうって描いたの。そうだ、俺字ひどかった、あの時。クドスさんがちゃんと描いて、おー、クドスさん字まあまあうめえなって。星野が書いた瞬間、星野の感じなんだよこれ、ピニャってしてんな。ピニャってしてる。ピニャってしてるってさ。俺はそんなもん。そこがいいところ、星野。そうそう、そういうこと。それが恋愛運1個の男。そう、それが勉強運1の男。そう、アイスは。そう、ちょっとインターネットに書いてあるね。チカチカする。写真撮ってるみたい。はい、チーズ。かわいいポーズで。あ、まあ、向けるのはいいんじゃない。はい、チーズ。はい、ここで虫歯ポーズ。飛び切りの可愛いポーズで。プリクラみたい。ガッツンちょっとやってみれば。映って。うえー。うわー。チュー。ノリいいな。いなきゃあかんね。ああ、いなきと同じ声出してみる。うえー。壊れちゃう。壊れちゃう。繊細な子なの。変な家。完璧に変な人っぽい。結構思いっきり叩いたよね今。卒業式ぶり。見たよね。卒
業式の時に早川が近づいてこうタックをかましきそうになったからバーンって叩いて、いっつもって画面外がすごい10秒間ぐらい痛がってる悶絶してた。はい、いいツッコミだったでしょ。キレがあって。ツッコミじゃないよね。ええあ、待て、今の何だった。黙らした。実はそろそろ53分で、もうちょっとじゃあ早川に締めてもらおう。俺今上着着てっからさ。そしたら星が上着着ないよ。あ、分かった。早川締めてくれるからひたすら、うん、ん、これは渡していい締め方、ダメだよなんか締めておいて。今日のゼロ次会どうでした。まだ同窓会始まってねえけどな。いや、もうそろ解散だよ。え、俺は帰宅。ええだって黒田さんね、そうだよ、会いたがってたよ割と、うん、冗談を言って。早川が一番会いたかった。いや、まだ俺らはさ、まあ、うん、会ってるから会ったことあるじゃん、うん、早川は2年ぶりだぐらいだからさ、ちょっと会いたいなって。俺も行くよって言ったら、そうかって言われてね、星野行くよって言ったらね、星野はまあね、嬉しい、まあまあ、稲垣はどうでもいい奪い込むわ早川はめっちゃ嬉しい。会ってないから2年間会ってない。星野に、星野と会えてそれ聞こえなかったな今、うん、あ、とりあえず黒田さんに会ったっけ、会っとこう。よくないと水着にコートだよ星野。それそこ稲垣の分も切ってあげないとペロペロしてるよ、ペロペロ思ったけどさ、似てない、今日服色違いだけど。え、早川ってスズメほどじゃねえよ。えもう行きない。とりあえず締めようよ。もういいよ、終わりだよ。待って、あ、しょうがないな。じゃあそろそろ行きますか。行ってクルーと合流して本編だよ。練習後パート15 そんなにあるんだよ。